ボス、僕があなたの部下の真野康彦です。ヤスと呼んでください。では、問題の事件の説明をします。殺されたのは山川幸三、サラ金の社長です。第一発見者は構三の秘書の沢木文恵。構三が会社に現れないので、今朝様子を見に来たら死んでいたということです。その時の様子を文枝は次のように話しています。 私がマンションに来たとき、書体には鍵がかかっていました。だから、マンションの管理人の小宮さんに来てもらい、ドアを叩き開けてもらいました。で、中に入ると、社長が、でも、ふと見ると、ドアには中から木が差し込まれていたのです。小宮さんも、そのことに気づい,いたらしく、慌てて窓を調べ、これや密室だから、一だったなぁ、と言いました。 そして警察に電話しました小宮も同じことを言っているので不明の供述に嘘はないようですではこの事件の真相はこの物語はフィクションであり登場する個人名、団体名はすべて架空のものですここが事件があった現場付近です聞き込みしろというように命令してください じゃあ聞き込みをして。平田という男が次元当日からいなくなっているそうです。平田のこと調べて。ボス突然ですが平田が洗濯屋に京都に行くと漏らしていたことがわかりました。じゃあ現場行こっか。 ここが現場です。とは調べて。外枠が壊れていますが、これは叩き上けたためでしょう。窓を調べて。はめ込み式の窓で開閉できません。机を調べて。マッチがあります。 バル6223149と書いてあります。喫茶店の街ですかね。本家庭調べて。写真があります。写真調べて。構造が映っている写真です。一応取っておきます。 構造について調べて。ローン山金の社長。社長はいませんが、土重喜というおいがいます。土重喜について調べて。二十九歳無職。一度障害でパクられています。ドアの鍵を調べて。鍵の構造は図の通りです。 キーがあれば外からでもロックできますが、中からキーが差し込まれていると、外からはロックできないように作られています。とりあえず書に戻りますか。捜査本部の取り調べ室です。電話して。 はい、もしもし、スナックパールですが。店の場所を聞いておいて。はい、お店は新海市の真ん中です。探したらすぐ分かりますよ。ふみえ読んで。ふみえです。アリバを聞いて。111は 午後6時までオフィスにいました6時半からはいつものデザイン学校に行ってそれが10時までその後は帰って家で寝てましたとしゆき呼んでえどこにいるかわかりませんよだったら探せよパチンコ屋にいました呼んでとしゆきです アリバイを聞いて。17日は東京から午後2時の新幹線で5時半ごろ神戸に着いて8時ぐらいから飲みに行ったんだその間は疲れてたんで部屋で休んでたよ小宮呼んで

あの日、6時半頃だったか、構造の多いのとしゆきがわしの部屋の前を通って行った。その時、尻のポケットから財布を落としたのを気づかずに行ってしまったんで、つい猫パパを。ええー、としゆきがいつ頃帰ったかさあ、その後はわしすぐに1時間ほど風呂屋に行ってたから。そうだ、刑事さん、財布にこんなものが。 お父さん、これどういう意味ですか。これは記号の半分を隠すと、意味がわかるんだ。港でかもめ、ね。じゃあやす、港行って。港に来ました。男がいます。そいつに話をしてみて。 あ、逆に男の方から話しかけてきましたよ。今何時ですかあもめでは、この包みを受け取ってくれ。投資によろしくな。なんだその包みはこれは麻薬です。奴を逮捕しろ 麻薬密売の現行犯で逮捕する。ゲー、しまったこの男、諸田の供述により、俊之も逮捕されました。俊之は17時の7時頃、港で麻薬を受け取っていたんですね。だから部屋にいたと嘘をついたんです。しかしボス、これで俊之は殺しの犯人から外れました。 じいってん新海です。パル探してんパルというスナックを見つけましたでははりましょうか。

四十二歳、構造とは昔からの付き合いだそうです。じゃあ、川村さんをして。この辺りにはいないようです。外に出ようか。店から出ました。聞き込みして。特に手がかりになるような話は聞けませんでした。 なんとか河村探したぜ。この辺りにはいないようです。不快な奴だな。とりあえず、署に戻れ。捜査本部の取り調べ室です。とにかく河村探してこい。この辺りにはいないようです。舐めてんのか、こいつ。ボス、突然ですが。 洗濯屋が平田の服のポケットから、こんなメモを見つけました。メモには976-2493と書かれています。そこをかけてみおかけになった電話番号は現在使用されていません。 平田は京都に行くって言っていたなそんじゃ行ってみますか京都ですもう一人おメーの番号に電話して市外局番が違うということですねはい寺田屋路館ですがああ平田さん確かにうちのとこに来ました 何でも、阿弥陀ヶ峰に行くと言うて。えまだ帰っていらへんのとすかさあねえ。阿弥陀ヶ峰、こん。阿弥陀ヶ峰です。見てください。なんと、平田が首を吊っています。多分、構造を殺して、自分も自殺を。あっけないラストでしたね。では、エビローグを迎えますので。 良いと入力してください。そんなわけねえだろ。えダメですかでは、操作を続けましょう。死体を調べなさいよ。誰の死体ですか殴るぞ。明らかに首吊り自殺。死亡時刻は中心死の午後一時頃だろうと。構造が殺される前に自殺してるな。そうなりますかね。ともかく侵害して河村探した。 とりあえず聞き込みしろ。ああ、河村さんね。最近は見ないけど、シルバーのお恋ちゃんと仲が良かったみたいですよ。よーっし、ゃに戻って尋問だ。じゃあ、おこい呼んでん。おこいです。 アリバイしていけ。私、お腹が減ってんだけどね。手前を取ってやって。はい、ライブランですが。いや、安だけど。これは毎度。で、ご注文は極上のビーフステーキ。ヘイ、カストン一丁。すぐお持ちいたします。 では、アリバイ聞いて。ケイジさん優しいから教えてあげるわ。殺された構造って人、昔は川村の詐欺仲間だったんだって。でね、それをネタに構造をゆすってたみたいなんだよね。あ、私ステージがあるんで帰らなくっちゃ。どうしよっかな。新海誌ですね。 じゃあ聞き込みをボス突然ですがカンブラがスミレソにいると今おこいから垂れ込みがありましたスミレソウ行くぞスミレソです大変ですなんとカンブラが死んでいますこれは一体多分もう逃げられないと観念したんでしょうね あっけないラストでしたね。では、エビローンを迎えますので、良いと入力してください。なあ、死んとこ調べろよ。え、まだやるんですかで、何をしますかだからさ、河村調べろよ。42歳、構造とは昔からの付き合いだそうです。バカか、お前は。死体を調べてよ。 誰の死体をですかあ、すいません。やはりナイフで首を。ボンが見つけたとき、死体はまだ暖かく、死後およそ1時間と思われます。これでまた振り出しか。とりあえず、見え呼ん ボス突然ですが匿名捜査課の桜井刑事から電話ですちょっと聞いたもんで言っておこうと思ってね沢木産業の詐欺が川村たちの一番の大仕事だったらしいよ沢木産業について調べてくれ。 倒産の直後、経営者を自殺しています。子供がいたそうですが、今となってはどこにいるかわかりません。そういえば不明の名字は佐々木だったな。不明は今行方不明です。不明はさませんこの辺りにはいないようです。 そのうち痛い目に合わせてやるボス突然ですが特命捜査課の桜井刑事から電話ですいやー頑張っとるかねところで文枝さんは元気この前そこで見た時一目惚れしちゃってねなんでも彼女洲本の出身だってねじゃあ洲本行こうか。 ですではい、ふみえちゃんはほんまにかわいそうな子でしたお父さんの会社が詐欺で倒産して両親は自殺してしまったんですよそれで親戚に引き取られたんですけれどたった一人のお兄さんとも離れ離れでえそのお兄さんですかさあどこにいるのかそういえば肩に蝶々のあたのある男の子でした 三重さしてくれこのあたりにはいないようですじゃあ聞き婚みして特に手がかりになる話は聞けませんでした二十三歳独身前科もなし。 特に目を引くような点はないみたいです。何<に>では、いよいよ物語はエピローンを迎えます。心の要因がよろしければ、リターンを押してください。ボス、見事な操作でした。 僕が親戚にもらわれていった、不明の兄、そして、構造と川村を殺したのも、確かにこの僕です。両親を自殺に追い込んだ、あの二人を許せなかったのです。あの晩、ふみから鍵を借りて、部屋に侵入。構造を殺した後、そこにあった鍵で、書斎の外から鍵をかけました。え鍵は内側から差し込まれていたってボス、まだわからないんですか それは私から話しましょう。海江、お前は逃げろって。お兄ちゃんは黙ってて。お兄ちゃんから書斎の鍵を預かった私は、次の日の朝、小宮さんを呼び、そして小宮さんが死体を見つけて、驚いてる隙に、私が持っていた鍵をドアの内側に刺したのです。もちろん、見捨てのうちだと思わせるために。ボス、これで全ておしまいです。 おしまい。Oh, <yeah. S 3>